先発はここまで4試合に登板し、防御率1点台と安定したピッチングを続けている玉村。1回、先頭バッターをストレートで空振り三振。その後、フォアボールのランナーを背負いますが、ここも力のあるストレートでダブルプレー。立ち上がりを無失点で切り抜けます。その後もストライク先行でテンポよく投げ込み、6回4安打無失点。開幕ローテーション入りは逃しましたが、2軍では着実に結果を残しています。野手ではウエスタンリーグで打率4割を超える育成ドラフト2位の佐藤。3回の第2打席、低めの変化球をセンター前へと弾き返し、15試合連続安打をマークします。チャンスで迎えた7回の第4打席は、外の変化球を逆らわずにレフト前へ。この試合チームを勝利に導くタイムリーを放った佐藤。支配下登録を目指す若鯉がヒットを積み重ねています。タイミングの取り方とか、構えがしっかり決まっていることが打てている要因かなと思います。毎試合毎試合課題が出て、やらなきゃいけないことがまだまだたくさんあるなという思いで毎日過ごしているので、日々また成長して一軍で活躍できるようにやっていきたいなと思います。試合後の練習ではドラフト1位常広が初めてマツダスタジアムのマウンドへ上がりました。3度目となるシート打撃に登板し、打者8人に対し5つの三振を奪うなど、5月中の実戦登板へ向け順調な調整ぶりをアピールしました。